皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年1月の9日、朝の10時、32分、この間7日の日曜日なんですけども、神戸北、まあこれは畠山高則さんなどへのメッセージということで、送らせていただいているんですが、あの日ね、僕はこう田尾駅の方に向かってこう歩いている時に、畠山さん来られましたよね。13時ぐらいだったと思うんですけども、あの日ね、神戸北イオンモールで、元阪神タイガースの監督の矢野さんがね、トークショーで来るということで、ちょっとそれ行ってみようと思って、それで、行く途中だったんですで、普段、家出るときに、忘れ物とか僕、まずないんですよ。だけど、そういうときに限って、忘れ物2回ほどあって、で、家飛び出して、で、畠山さんとすれ違う時まで僕と途中まで走っていってたんですよ。まあこれぐらい走ったら電車間に合うかなっていうタイミングで、で、畠山さんが来た時、サングラスかけて髪の毛茶色だったと思うんですけども、本当にこれね、最初、全然わからないんですよ。畠山さんって。で、僕は心の中でわからんって思ったら、畠山さん。まあそれが卓球、まあ電波で伝わっていて、で、畠山さんの方が、まあ悪いながら、マジでって声言ってたと思うんですけども、その一言とね、多分声だと思うんですよ。まあ、前日にね、畠山さんと坂本さんが、まあ、激しい打ち合いの試合、昔あったと思うんですけど、そのショートのね、動画が流れてきてたんですよ。で、まあ、その、7日の前の日だから1月6日の夜、まあ、ちょっとそれ見てたんですね。まあ、懐かしいなと思って。で、まあ、それが、こう、どうなんでしょうね。その、畠山さんにまず聞きたいのは、その、僕はその動画を見ることによって、で、何かこう、畠山さんの方が、まあ、何か聞こえてきて、それきっかけでこの辺歩いたのか、それとも、畠山さんがもともと、7日ね、まあ、僕に会いに来るだったのか、昔多分、それで会って話しませんでしたっけ、畠山さんの場合。ちょっとその辺のところの記憶も、もし畠山さんの方でしっかりと覚えていらっしゃるんだったら、まあ、教えていただきたいなっていう部分もあるんですけども、なんか、こう、ショートの動画で何か法則性があるのかなと思って、まあ、今伺ってるところですね。で、畠山さんはもともと歩こうと決めていたから、僕の方にそのショートの動画が流れてきたのか、ボクシングの日って相変わらず、よっぽど名前通ってる人とかだったら、インターネットとかでその情報を拾ったりすること、自然とね、流れてきたりだとか、まあ、パソコンでもそうですけども、いろんな記事とかがたくさん載ってるじゃないですか。で、その中に結構入ってくる確率ってあるから、日程とか把握できるのであって、まあ、基本的によっぽど名前の通ってる人じゃなかったらわからないですね。なんか去年もまあ阪神タイガースとかの試合がやっぱりメインでしたので、日本一になってましたので、あとヴィッセル神戸で、あとはまあメジャーリーグとかの方もそうでしたし、だからその辺のところでもういっぱいいっぱいになっていて、まあボクシングの普通の世界戦の人たちの試合っていうのは全くほぼ分かってなかったですね、ほとんどの試合。井上尚弥選手とか、井岡一人選手や、寺地健志郎選手とか、まあそういったところだったらインターネットの記事で流れるじゃないですか。だからそれ以外の人たち、だからまあ特に
世界チャンピオンに挑戦する選手ですよね。だから僕がその試合の勝ち負け、実際まあ本当はあの動画というか、あのアベマとかで、あのまあもっと分かりやすく言うとテレビとかそういう画面でしっかりと見ながらの方が、圧倒的に勝ちやすいですね。だから昨年の試合も話聞いてるかもしれませんけども、大晦日の、井岡一人選手と、比嘉選手と堤選手、まあ、順番は、まあ、先に堤選手と比嘉選手と井岡選手、その3試合に関しては、アベマで、まあ、とりあえず2週間無料があったから、あの当日忘れてたんですよ、井岡選手の試合があったの。一応僕、シャープエンジニアリングで働いているときに、あのお父さんの方のね、あのまだ世界チャンピオンになる前のお父さんの、井岡選手、2000、あの頃は、6年ですね、マンション、尼崎のマンションの方行ってるんですよ。こう兵庫県の、尼崎市の。で、まあ、まあ、いろいろ話したんですけども、まあ、その時はね、まあ、僕の方では、言われてる内容、スポーツの勝ち負けを昔自分が取り組んでいたっていうことで、それもずっと今でも継続してるっていうことを分かってない状態でしたから、いや、まあ、結局僕ですね、ホームページに記載してる内容とか、そういったところで、選手のその結果っていうのは、例えば今だったら、まあ、松山英樹選手とか前日に記載してるあのホームページの内容とか、特にホームページは井圭介の利益の一番ですね。だからそういったところで、記載してる内容とか、そういったものがかなり影響があって、まあ良い結果が出ていると。まあ、話はそれましたけど、井岡選手のね、その話、大晦日に試合あるって忘れていて、その日もう急ピッチで、もうええか、もうアベマ無料、まあ、とりあえず2週間無料だし、入ってこれでなんとかしようと思って、で、まあ、まあ、言葉の組み上げプラスで、まあ、試合取り込んで、まあ、堤選手の時間帯ぐらいからですね。で、堤選手も比嘉選手も井岡選手も、3人とも KO 勝利と。ああいうようなテレビを見るような形でしっかりと、その一戦一戦に試合集中して取り組めば、まず負ける気はしないですね。 100% で勝てる感覚しか私にはないですね。ただ、そのいつ試合をしてるかわからない状況とか、そういう時ってやっぱり無理ですね。頭の中を送り続けたりとか、そのテレビの画面を見てなかったにし、しろですよ。それはもう不可能ですね。そもそも何時から試合、いつ行われてるか、それがわからないですから。からまあ、その辺のところとかも、うん。まあ本当はいろいろ対応していただけたらいいんじゃないかなとは思うんですけども、例えばね、僕のメールに、何日に世界戦があるだとか、まあ、そういうふうなことをで、まあ、今そのインターネット番組とかに関してもアベマだったりだとかユーネクストだったりネットフリックスだったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、どうなんですかね、アマゾンプライム、あれはビデオだけでしたっけ、スポーツの試合はないんでしたっけ、その辺のところで、ちょっといろんなものが増えすぎているんで、もう、スポーツの試合なんかもう年から年中、ものすごくあるじゃないですか。だからまあ、まあ、高校生の試合まで本当は参加したくないんですけども、やっぱり影響を与えていますね。で、うん、やっぱりニュース見ていて、未来からの時間軸で、
考えた内容とか送った言葉とかどうしても考える内容とかが現地の、選手に聞こえる。で、まあ、まあちゃんと返答してる人は返答してるんですけどやっぱり結果が出る。例えば、PK 戦、準決勝の山、青森山田という高校と市立船橋ですかね、世界のルールは法律で法の下に平等、優勝回数も平等って考えたんですよ。で、市立船橋さんの方が4回全国優勝してるんですかね。で、青森山田の方が、3回優勝で、その2つの、試合だったんですけども、最後 PK 戦で、その法の下の平等と優勝回数、をまあ揃える話の方で、まあ、選手、キッカーの選手、青森山田の選手は入ってちゃんと返答できてるんですね、まあ、小声なんですけど、でそれでしっかりシュート決めて、得点できてると。その辺の受け答えがハマったりしても、まあ、ああいうふうに、良い結果が出るんですけども、まあまあ、ボクシングの試合は喋りながら打つなんかまず無理ですから、まあ、その辺のところは言葉の、心の声の方で、この間の、その3試合に関しては心の声で組み立てて、で、まあ、その辺のところは、ボクシングや格闘技界へのメッセージの欄、YouTube 一覧表というもの、ホームページは IKS 権力の、まあそちらの方で、まあ、述べてる内容、まああの日、ライジンと同時刻に同時進行だったじゃないですか。で、まあその辺のところで、どういうふうな形でどちら側を優先するのかっていうところも、まあ僕の判断で、対応させていただいています。うん。だからまあ、もともと KO をしっかりと狙っていたっていうのも早く試合を終わらせればその後ライジンの方に取り組めるじゃないですか。だからまあ一試合一試合一つ一つ確実に勝つなんですね。だからそれはもう去年のペナントレースでもしっかりと、経験してますので、阪神タイガースの試合見ながらヴィッセル神戸の試合勝たせることできるんですよ。ただその大体サッカーの試合の方が時間短いじゃないですか。野球は大体18時から大体21時過ぎぐらいじゃないですか。平均的に見ると。まあ早い時は21時までに終わったりする時ありますけど、逆に長い時は引き分けの延長戦、だら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 、もう野球は9回いいって言ってるのに、本当に、夜の23時までかかったりする時とかたまにありますけども、22時超えたりだとか、基本的にサッカーは同点の場合引き分けでも試合もシーズン中は終わりますし、普通のそのペナントレースみたいな形の試合は、で試合始まる時刻が、サッカーの場合が大体19時から、20時45分からアディショナルタイムだとか、まあ、そういうふうな形で大体、まあ、終わる時間が、見込めてくると。で、阪神タイガースの試合を行われている時に、ヴィッセル神戸の勝ち負けを取り組んでいる、まあ、両方の勝ち負けを取り組んでいる時に、まあ、阪神タイガースは得点できなくなるんですよ、ほぼほぼ。で、阪神タイガースが得点してしまった場合、ヴィッセル神戸の方が得点できてなかったりとかね、まあそういうような現象とかあるんですけども、その辺どうしてるかって言ったら、19時からサッカーが始まる、野球は18時から試合が始まる、最初の1時間で阪神タイガースがとにかくリードしておく。で、ヴィッセル神戸の試合が行われてるときは、ヴィッセル神戸の方に得点が入るようにしておいて、阪神タイガースがとにかく得点されないように踏ん張る。つまり阪神タイガースはそれでリードした状態が作れますよね。で、もちろん全部は全部うまくいくわけじゃないですよ。ものすごく難易度の高いことを行ってますから。で、ヴィッセル神戸の方の試合が、終わる、もう一度阪神タイガースの、勝負に、を、軸にすると。まあそういうふうな形ですね。だから同時刻に両方勝たせるっていうこと自体は不可能ではないんですけども、ものすごく難易度が高いで、まあ格闘技の試合に関しては同時刻の場合、一つ一つの試合をしっかりと勝ちに行くっていう
形ですね。その方がやっぱり確実性はもう段違いですね。3人とも、堤選手も比嘉選手も、井岡選手も、KO でしっかり勝ってる。まあ、その畠山さんの話、まあ、畠山さんへのメッセージ、畠山さんの話に戻りますっていうのは変かもしれませんけども、とにかく電車の時間に急いでたんですよ。で、距離がね、畠山さんがマジでって言った後、20メートルぐらい離れた時に、あれ、今の畠山さんやって、分かったんですよ。分かったんですけども、矢野さんの方に行くべきか、今戻って畠山さんの方に声かけるべきかのタイミングになるんですよ。で、結局ね、後から現場到着して気がついたんですけども、その2試合両方勝てるの話ともこう、つながってくる部分あるかと思うんですけども、トークショー14時30分からだったんですよ。で、神戸北イオンモールに着いた時に、もう45分ぐらい前に着いてるんですよ。あの時の正解は分かった瞬間ちゃんと追いかけていって畠山さんですよねって、まあ声をかけたりだとか、まあそういうことだったと思うんですよ。で、まあその河川水門返し玉発電とかの、まあ特許申請とかのお金とか、まあ他の裁判の訴訟費用とか、まあそういったことでもお金がないっていうのは事実であって、で、まあその辺のところ、まあ個人の権利ものは2.5%っていう話あるじゃないですか。だからまあ、頭を中貸したりしてるから、まあ、獲得した賞金の2.5%の話、まあ、昔から辰吉丈一郎さんとか、それぐらい渡してあげんかったらって、彼も持たないっていうことを、昔からね、ジムで教え子の人たちに言ってくれたりとかしてたと思うんですけども、その映像見てます。もちろん、選手としても、それで勝てるんだったら2.5%も安いものでしょう。それなかったら、河川水門返し出す、ダム発生とか、他の訴訟とかでも、いろいろありますから、皆さんご協力してほしい、お金出していただくの、それ一つ一つ裁判してたら、ものすごい数の裁判になりますから、スポーツ業界だけで一体いくつあるのっていう。まあ、けど、まあ、結局その矢野さんに会いに行って、まあ、最初の方は意思疎通できてたんですけど、途中から、まあ、向こうも聞こえてきてる内容は、違う内容が聞こえてきてるような状態で意思疎通ができなくなって、まあ、だからお金の支払いの件の話は全然矢野さん一旦してくれなくて、本当に昔、それで2021年、矢野監督は、監督の時に、2021年だったと思うんですけども、その開幕9連敗したでしょ、野球ないんでしょ、9。で、粟井圭介のお金の支払いがないから、最初開幕9連敗してるんですよ。本当に。まあ、その後、それでも僕は優勝を狙ってますよの心構えで、本当に、そこから本当に、まだ優勝、本当にみじんも、優勝諦めてない状態で勝ちに行って、一応阪神タイガースは猛追してたんですけども、基本的にペナントレースって、年間、まあ、大体80勝ぐらいしたら優勝できるんですよ、リーグ優勝。まあ、その後、クライマックスシリーズとかいろいろありますけども、その開幕9連敗するじゃないですか。そしたら、9勝9敗じゃないですか。勝率5割まで持っていくのに、9勝9敗までいかなきゃなんないじゃないですか。その後、まあ、なかなかまずないですよ。9連勝して。やっと勝率5割でしょ。80勝超えるまで、その道のり最初に9連敗もしちゃったって。やっぱりそれが響いて、優勝できなかったんですけども、まあ結局そういう部分あるんですよね、そのお金を支払い だから僕的にもそこ踏ん張ってるんですよ。20何年間スポーツ業界から誰も一銭もお金払ってくれてないと。だからこれ、ヴィッセル神戸去年勝たしに行く時のね、その僕のモチベーションの保ち方、そこもうものすごい難しいんですよ。これ何があったかっていう裏話、まあ別にこれ、
ウィキペディアとかでも載ってるんですけども、神戸市長の笹山さんの話ね。あの人、もともと、第二次世界大戦の後の神戸市の町づくり課の公務員の人だったんですよ。で、それから株式会社神戸湾、要するに神戸市立ホテルフルーツアパークを運営していたところですよね。そこの、株式会社神戸湾の社長を一時期していて、その後神戸市長になってるんですよ。1995年に阪神淡路大震災があって、僕はもともと神戸市兵庫区の生まれであって、被災地ど真ん中で、当時住んでいた、東山コーポが全壊して、神戸市北区藤原台の仮設住宅に転居してるんですよね。で、その1995年阪神淡路大震災の後、神戸市長が笹山市長だったんですけども、その株式会社神戸ワインのね、社長だった人が、で、何してたかって言ったら、僕の東山公募って僕の知るうる限りでは、やっと建物の解体が始まったのが2004年ぐらいだったんですよね。で、2005年にやっと建物の解体が、終わって、新しく東山高校を建て替えてるんですけども、建て替えたところで、買わなきゃならないということなんですね。で、順序よく説明していくと、まず、笹山市長は何をしなきゃならなかったかって言ったら、全壊してる家屋を国がお金を出してすぐに即座に解体してあげたらよかったんです。で、その東山高校って12階建てのマンションで、分譲マンションだったんですよ。で、補修にするか建て替えにするかっていう話で、もうみんな意見折り合いなんかつくわけないんですよ。っていうのはみんな分譲で購入してるでしょう。で、ご年配の方なんか、もう今更新しい家なんか買えないじゃないですか。だから建て替えは反対だとか補修でいいとか、そういうふうな話になるんですよ。建物の判定はもう全壊だったんですよ。一番ひどいところのその部屋がもうめちゃくちゃなってますから、まあ僕の住んでた604も壁がね、こう家の壁とかこうあるじゃないですか。こういうとこはもうゴボって出てきていたりだとか、家の玄関のドアって、まあ、金属製じゃないですか。地震発生した直後はそうだったんですけども、鍵開けてももう出れないんですよ。後から明るくなって、もう地震発生したのが阪神淡路大震災は朝の5時47分なんですけども、後で廊下側の部屋から鉄格子を破って、外に出てるんですけども、後から明るくなって分かったんですけども、鉄格子、鉄の玄関の扉がもうだいぶひしゃげてたんですよ。だからそれでドアが開かなかったんですけども、それぐらいひどいことになってたんですよ。だからもう誰がどう考えても建物を建て直すしかないんですけども、その神戸笹山市長が何してたかって言ったら、神戸ウィングスタジアムを作ってたんですよ。わかります？この非常識さ。本当にみんなの税金使って。あるんですよ。神戸市西区に、グリーンスタジアム神戸っていうオリックスの元々の本拠地あったじゃないですか。その隣にね、名前何だったかな、神戸ワールド記念、何だったか、総合運動公園っていう名前だったかな、4万人近く入るスタジアムで、電光掲示板、いわゆる電光掲示板、電気で映る掲示板も全部電光掲示板でいいと思うんですけども、そういったものもね、設備しっかりしてあって、ものすごく綺麗ですよ。1980年ぐらい出来上がったの。阪神淡路大震災があったの1995年でしょ。で、山の中にあるから、そこまで大きく揺れてないから、建物はもう亀裂ほとんど走ってないんですよ。亀裂が入ってない、綺麗な状態、絶対使えるっていう状態。そういう状態で何してたかって言ったら、もうどれだけ頭おかしくなってたのか分かんないですよ。マジ作り家の人だから、何か新しいものを作ったら票が入ってくると勘違いしてたのか、ただ単にね、自分が市長になりたいがためにね、票集めのために建築業界にそういう風な仕事回してね、ウイングスタジアム神戸を作っていたと。僕、被災者、阪神淡路大震災の、僕の東山高校が多分、マンションとして見るとね、ビルとして見ると、一番最後に建物解体してもらったを全壊という判定の中で。わかります？この怒り、本当に。
そこを本拠地とするヴィッセル神戸を優勝するしかないっていうこのモチベーション、これはね、どこのサッカースタジオもそうなんですけども、みんなの税金で作ってるんですよ。球団にそのお金返済させたら、返済しなさいってなったら、軒並みどこの球団も倒産します。その差しで 100%。返済不能っていうことになって。わかります？この状況。だけども、地方交付税法とかがあって、元を取り返さなきゃならない各都市がね。だからこれは昔、その当時の大臣とか天皇家の人たちとかとお会いして、話決着ついてるんですけども、まあ、これ、プロ野球業界もサッカー界も同じなんですけども、各都道府県でね、優勝回数揃えなきゃなんないっていう話になってるんですよ。結局優勝するぐらいじゃなかったらお客さんたくさん入らないじゃないですか。で、その、元うんぬんの話だとか、まあ、そういうケースの場合は、スタジアムの使用料で、建設費用を返済してもらわなきゃなんないんですけども、焼け石に見せず、そんなもん、永遠に返済なんかできません。その前に、建物の、解体時期が来て、もう解体するときも結局、行政の持ち物だったらみんなの税金かと。まあ、そういう話になるんですよ。もう、これどこの国でも同じですよ。試合数見たらわかります。返済不可能。最初から。売り上げ見たらわかります。入場料での売り上げを見たらね。あと、放映権料とかありますけども、まあ、その辺のところもビビたるものだし、ビビたるもの、まあ、金額はある程度あるんですが、スタジアムの建設費用自体が高いんですよ。例えば、ヴィッセル神戸だったら、土地代建物代込みで物事見なきゃならないんですけども、370億円。固定資産税だけで、毎年、1億円ぐらいかかると。で、法人税はもうね、そういう球団の使用、その所有物にしたら、その資産があるということになりますから、法人税の方は 23.1% の方。もう絶対無理じゃないですか。返済。建設費用370億円。浦和レッズが、埼玉県のね、浦和レッズ。なぜ赤い悪魔って呼ばれたかって言ったら、スタジアムの建設費用を、もちろん土地代込みなんですけども、700億円超え。それは赤い悪魔って呼ばれるもんって、はっきり言ってそんなことしたら本当は横領事件で捕まえなきゃならないですよ。その辺のところが法律の世界の矛盾で、本当は僕から言わせた法の悪用なんですよ。まあ、ちょっとボクシングからそれて申し訳ないんですけども、だからもうその辺のところも含めてね、今後楽園球場と後楽園ホールでしたっけ、2000人ぐらいでしたっけ、まあ、ボクシングで主に使われてる。まあ、井上尚弥選手とか、井岡選手とかだったら、1万人を超えるような、ところで試合を行っても、まあ、お客様、ほぼ満席にできると思うんですけども、現実的に今、普通の世界戦とかだったら、やっぱりその2000人規模ぐらいの後楽園ホール止まりだとか、まあそういう風な形だと思うんですね。まあ、2階級制覇の方たちとか増えたりだとか、4団体統一のチャンピオンとか生まれたら、それだけ、そういう大きな結果を出してる、その選手じゃなかったら、やっぱりその僕はまずそうじゃないですか。いつ試合がその世界戦、ボクシングの世界戦、普通のね、まあ、チャレンジする方の世界戦なんかは特にそうじゃないですか。で、チャンピオンになってから、さらに注目度がちゃんとついてくる。で、2階級制覇だとか、4団体統一とかを行ったりしたときに、おお、ものすごい日本人選手が現れたっていうことで、まあ、お客さんが入るっていう形にもう今はなってるから、まあ、その辺のところで、各ボクシングジムの、営業状態、純利益までたどり着けてるのかどうかとか、どれぐらいで、まあ、純利益に転換する見通しなのかとか、まあ、その辺のところで、あとは日本の本当の人口とかと照らし合わせて、まあ、そういうふうな話し合いもできたらなと思ってます。まあ、畠山さんだったらいろんなボクシングジムへ電話かけたら、いろいろアポイント取れると思うんですけども、
井上尚弥選手のね、ボクシング事務所に電話かけたんですよ。で、本音言ったんですよ。そしたら、対応したね、出てきたのが、女性の事務員の方だったんですけども、ある程度話ちゃんと通ってるんですよ。あ、やっぱりそういうことですかっていうことで、そのお金払ってほしいの話で。で、そういうことは、会長に伝えておきます、だったんですけども、その後、会長から何の連絡もなし。これね、あんまりそんなことは繰り返されたら、最悪僕もその人はもうどうでもええようになる可能性あるんですよ。多分、それなったら、ほとんどの選手は多分負けると思いますよ。本当に。だって他国の選手が、例えば別の人からね、頭の中借りたりとかしてる状態だったとするじゃないですか。もうオリンピックなんか見たら、アメリカなんか絶対そうじゃないですか。で、これ日本ってね、オリンピックの時で言わせてもらうと、はっきり言って僕一人で、勝ち負け担当していません。アメリカの方、メダルの獲得数、同時刻に試合とか行ってるから、正直、複数の人たちが行ってるでしょうって。水泳とか、陸上とかの、タイムもの、ああいう風なもので、ワールドレコードを出そうと思ったら、もうそれまでに出してきた世界記録っていうものが、他の人の力、上乗せでも出してきてるから、もう今更、他の人の力、上乗せじゃなかったら、レコードタイムなんか出るわけないんですよ。世界記録、新しい記録なんか。もうそれ見てるだけですぐわかるんですよ。アメリカの方って何人がかりで行ってますかって。そこから崩せると言ったら崩せるんですけども、いろんな形で、法の下の平等の話とかもそうなんですけども。そういうところも踏まえて、いろんなお話が、できたらいいなと思ってます。ああいうふうな、喋り方で、これね、横通り過ぎるときに、僕に向かってね、わかりやすく言うと、愛想よく、ああいうふうに、喋れる人って、まずいない、ほとんどいては無言なんですよ、本当に。だから、ウロっていう言葉があると思うんですけども、それ一文字飛ばしの言い方の方なんじゃないかなと僕は思ったりしてるんですけども、一文字ちゃんと加えたら「うつろ」っていう言葉になるじゃないですか。だからただただ、目的がはっきりと定まってないまま、ただただこの辺を歩いている。何か使命感とかを持っていて、絶対淡井さんに声をかけなきゃならないんだとか、そういうふうな、その声のかけ方としてね、もちろん失礼にならない程度。だから畠山さんの方は、畠山さんの方は年上じゃないですか。だから普通に、気軽に、声かけてもらうような言い方で、これ通用するんですけども、これがね、20歳前後のやつとかが、なしでもんの言ってきたら、もうこっちもこいつ絡んできてるぐらいにしか思わないじゃないですか。喧嘩売りに来てるぐらいしか、もう何をどういうふうに勘違いしてもの言いに来てるか分かんないから。そういうやつ本当にいっぱいいましたから。本当に老人とかでも平気で喧嘩売ってくるやつ、今までめちゃくちゃいましたから。1日多い時700件ぐらい絡まれてましたから。もう2010年から2020年ぐらいまで1日平均100件当たり前。もう毎日そういう状態。多い時200件。これ、もうルール、法律で正当防衛あるんだから、こっちがどうなったらダメだっていう、その警察官の判断もおかしいんですよ、本当は。もう今はもうそれ、言ってくる警察官も、まずいないんですけども。ある程度の時はそれもう言ってしまう、もうそれしょうがないで通ってるんですけども、随分前から本当は一部の警察官の間で通ってたんですよ、本当に。もうそんだけ言われたら言い返すのも、それはもうしょうがないわって、人間だしっていうことで。今はそういうふうに絡んでくる人間はまずいません。だけどごく稀に夜中、ギャー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 言いながら、
家の横とか歩いていて、その睡眠不足にさせられるっていうのは、意図的に起こしに来てる人間もいましたね。車のドアとかで、例えば夜中の1時とか、まあ向こうの方の部屋で、暖かいからね、あの日の光が南向きだから、まあ寝てるんですけども、だから春山整骨院の前とかで車のことバターンってさせて、夜中の、あ、そういうのはまだ結構ありますね。今もそうでしょ、車のドアの音聞こえてきたでしょ。車のドアぐらいそろっと閉める癖、普通みんなついてる。大きな音立てたら近所迷惑だから、それぐらいのことが達成できないぐらい根性入ってないし、すぐ気抜いちゃうんでしょって僕からしたら思うんですよね。スポーツの勝ち負けとかにずっと取り組んでるから、スポーツの勝ち負けなんかずっと頭の中供給とかしなきゃならないし、言葉の組み上げとかもしなきゃならないから、注意深く見てる部分もあるし、気を張ってる部分もある、両方ですね。で対応している。だから試合中に笑うことっていうのはほぼ 100% でないですね。まあ、話ちょっとだいぶ長くなりましたけど、もうこれぐらいにしておきますね。まあまあ、畠山隆信さんとまたお会いして、いろいろ話できることを楽しみにしてるのと、あとまあ、そのエネルギーの残存の問題で、もうそちらの方はもう全然もう全くシャレにならない状況ですね。もう先々掘っていく部分も含めて、ガスの採掘可能埋蔵量、世界的にですよ。もうホームページ、淡いケースの利益の36番、一時停止今押してもらって、36番、ちょっとまだ見とかなあかんなって思ってもらったり、いいんですけども、それ見てもらったら分かると思う通り、最新のね、昨年の、昨年の9月、2023年の9月に発売されたものをちゃんとこれ購入してるんですよ。ちゃんと実費で。で、それでちゃんとデータ見てますから、前から定期的にある程度買ったりとかしてるんですよ。で、まあ、図書館でコピーしたりする場合とかもあるんですけども、あんまり年数近い時とか。で、まあ、ガスが残り採掘可能埋蔵量49年分で、石油がもう54年分です。僕は20歳ぐらいの頃が69。動画今つなぎ合わせている状態だと思いますけども、そちらの見てる方の時間軸では、容量が途中でなくなってしまいましたね。急に撮影が、終わってしまったんですけども、まあ、とにもかくにもそういうわけで、皆さんちょっとご協力していただきたいなということです。まあ、エネルギーの存在の問題、その河川水門解析、ダム発電とか地下水流、トンネル発電、これはもう、まあ、スポーツ界の人たちも、その、今までお金を払ってこなかったことについてね、まあ、それなりの責任っていうものはあるわけであって、まあ、50億人分の命がかかってる話ですから、まあ、私の見込み、まあ、これ作ってみなかったら全然わからないんですけども、基本的にね、電気の発電量に関しては、1秒で、いくら発電できたかで、基本的に表記するものだと思ってください。で、大体日本全国で行くと、春とか秋、まあ要するにエアコンとかを使ってない時期ですね。そういった時期だったら、まあ5000万キロワットぐらい。まあ1億キロワットは必要ないですね。1秒間のその最大的に必要になる電力っていうのは、それはもう夏場とか、冬場。で、まあ、日本全国のその使用している電力のそのトータルが、1秒間で、必要な電力は、1億キロワットぐらいだと思ってください。キロワットですよ。普通のワットじゃなくて。で、河川水門解析ダム発電を日本中の河川に設置するだけで、まあ僕の見込みなんですけども、安定して1秒間に5000万キロワットぐらい発電できるんじゃないかと。だからその分、ガスの火力発電所とか石炭の火力発電所を止めれる。これはもう世界中どこの国も同じです。まあこれは国土面積とかにも寄ってくるんですけども、その降雨量だとか、あと高低差だとか、そういったことにもよってだいぶ変わってくるんですけども、あとはまあ琵琶湖からの、
日本海に向けての地下水流トンネル発電で、琵琶湖は通常時、まあ貯水されている水の量が、まあこれはウィキペディアとかで表記されているものは大体のものなんですけども、275億トンです。億のトンです。275億トンです。だからその地面にトンネルを掘って、まあ、まっすぐ日本海に通して、まあ、四角くね、まあ、20センチかける20センチぐらいの、水路でいいです。で、それを日本海まで通すと。で、そこに、まあ、回転扉を、複数設置していって、あとはギア比で、回転力を上げて、タービンを、回して、まあ、発電すると、まあこういった形になるんですけども、もうそこはもう尋常じゃない発電量にはなるでしょうね。かかる圧力はものすごいですから、275億トンですから、まあもちろん斜めに掘るにせよ、全ての水の水圧がね、そこにそのままの力が加わるわけじゃないですけども、まあその1000分の1の圧力でもかかったとしたら、それ単位トンですからね。だからその地下水流トンネル発電のその水路のところ、コンクリートの厚み20センチにするのか30センチにするのか、それとももう50センチぐらいにしといた方がいいのかとか、まあそういうふうな、その水の圧力がすごすぎたら破砕するんじゃないかとか、まあそういうふうなところとかも、まあいろいろ考慮したりもするんですけど、まあ琵琶湖の方はね、今の従来の考えでは、夏場と冬場のみ、使用すると。一応大阪府とかの飲み水になってますんで、まあその辺のところは僕の河川水門 YouTube 一覧表の自然再生可能に河川水門開閉式ダム発電地下水流トンネル発電のところの琵琶湖編のところとか見てもらったら分かりますね。あとはまあ適当にまあ地図とか広げてもらって、琵琶湖の形状だとか、あとは、まあ、ウィキペディアの方にもつなげれるようにはしてるんで、そういったところとかも見てもらったら、まあ、南と北でね、深さが違うんですよ。まずそもそも琵琶湖自体が満水時の、その、海抜からの標高が80メートルで、積門をプラスして85メートルまで持っていってると。で、琵琶湖は実は南と北に分かれていて、南の方は水深そこから5メートルぐらいなんですね。4から5ぐらい。で、北の方は水深が、まあ、深いところで40メートルぐらいあるんですよ。だ、40メートルあるっていうことは、海抜、40メートルぐらいの高さ、一番低いそこのところで。だから、まあ、ちょっと傾斜をつけて、日本海まで、地下水流トンネルを、掘れるという形になってると。まあ、そういうことなんですね。まあ、だから、まあそういうふうなことも載ってるので、もしよかったら見てもらって、まあなかなか見ていて面白いと思いますよ。いろんなことが分かってくるので、で、うん、まあぜひとも、まあ、皆さんからのご協力があればと思っています。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定をしていただいたり、身の回りの方に、まあ、僕の動画とか、進めていただけたらなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあああいうふうにマジでっていうああいう言い方、こう結構こうなんて言ったらいいですかね、砕けた感じって言ったらいいんですかね、ああいうふうにこう喋ってもらった方が喋りやすいは喋りやすいんですよ。もう今までね、僕は声かけても返答しない人たちっていっぱいいたんですよ。怖い、本当に。じゃあ なんで来たんっていうことになるじゃないですか。本当にいろんな人間を含めて。だから、してることはこちらから見たらもう意味不明なんですよ。何しにここ来てんのっていう。意味持って、目的持って生きていますっていうことなんですよ、結局。だから、ただただもう何か電波とかで聞こえて、できたからこの辺うろついてるのか、
わかんないんですよ。もう意識大丈夫かというようなことで。まあまあ、ああいうふうな様子だったら、まあ、畠山さん、まあ、喋りかけたら、ちょっと普通に喋ってくれそうだなっていうのがあるんで、まあまあ、ああいうふうな、砕けた感じって言ったらいいんですかね。まあ、ああいうふうな形で喋ってもらった方がいいなと思っています。それとあとは、まあ、今年のペナントレースなんですけども、特別私は、野球の方、まあ、サッカーの方もなんですけども、特別、日本一を狙ってるわけでもないと。だから別に、その野球の試合があるから、今年はどうこうっていう、まあ、あんまりにもね、球団の成績が悪かった話、別になってきますよ。経済原理ありますから、あんまりにもお客さんが来なくなってしまった状況に、なる一歩前の段階でね、僕はしっかり勝ちに行こうとするでしょうから、いや、そのお金の支払いの部分ってね、そのお金ありませんになられても困るんで、こちらとしても。だから、まあ、基本的にプロ野球のそのシーズン中であったとしても、まあ普通にこちらは試合中の時間帯であったとしても話し合いとかしますんで、まあその辺のところはあんまり深く気にしていただくなくても結構です。まあそのことも皆さんに伝えていただけたらなと思います。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。